のみぞまさる、のみぞまさる、のみぞまさる。1898年、明治31年11月15日から1978年、昭和53年8月22日は、日本の政治家、農民運動家。衆議院議員、参議院議員、左派社会党書記長、足田内閣の地方財政委員会委員長。肖像位、君一等随法省。 長野県上稲郡阿古村、現在の駒金市に馬車屋の子として生まれる。旧姓飯田中学、長野県飯田高等学校を経て、1917年、大正6年は青森農業学校畜3獣医科を卒業する。同年法政大学に入学するが、すぐに中退し、獣医師となり、長野県警察部で防易官、衛生助手として勤務する。 しかし思想的に問題があるとみなされて、長野県下稲郡富草警察署、現、阿南警察署に配置外となる。しかし、ここでも、所長と衝突し、1922年、大正11年に退職した。同年上京し、全国の民組合宣伝部に入る。さらに杉山元次郎らと、日本農民組合結成に参加し、中央委員長に選出される。 1923年、大正12年地元に戻り、稲町、現在の稲市に、家畜市場を設立する傍ら、農民運動、無産運動を展開する。日農の投資として、各地の大作葬儀に参加したほか、1926年、大正15年稲電鉄葬儀では、待遇改善を要求し、ストライキを指導する。会社側が、ピケ破りに雇った、暴力団に、 日本党を引っさげて渡り合い、喧嘩の価値の異名を取る。1927年、昭和2年社会民衆党南信支部副支部長に選ばれ、翌1928年、昭和3年長野県会議員選挙が普通選挙で行われ、のミは、カミーナ軍から立候補するが、1427票で再開、落選する。この頃、 長野県内の無産政党は野ミが所属する右派の社会民衆党、安倍磯尾委員長、中間派の日本労農党、麻生久志委員長、左派の労働者農民党、労農党、大山育夫委員長に分かれていたが、野ミは日本労農党の林虎を、労農党のハ三37に統一先生を呼びかけ、三党統一実現同盟を結成する。この過程で、社会民衆党本部からは、 左傾化したとして、党を除名されるが、1931年、昭和6年社会民衆党を除く、無産政党が合同し、全国労働大衆党が結成され、のみぞは入党する。さらに翌1932年、昭和7年社会民衆党と、全国労働大衆党が合同し、社会大衆党が結成され、のみぞの宿願であった、統一無産政党が出現した。 この間、1930年、昭和5年長野県会議員補欠選挙に立候補。約3800票を獲得するが落選した。しかし、1931年、昭和6年の県会議員選挙に3度立候補し4695票を獲得し、当選した。長野県初の無産政党が獲得した議員である。長野県会では、 唯一の無産生党議員ということで当局から危険視され、1935年、昭和10年の県議会選挙では、県警、特攻などから集中攻撃を浴び、選挙運動中、運動員の食堂で昼食にとったカレーライスを強応とされて検挙され、2300票で落選する。1937年、昭和12年、 第20回衆議院議員総選挙に社会大衆党公認で旧長野3区から立候補し当選する。この選挙では社会大衆党は躍進を遂げ、前回の18から37名に一挙に議席を増やした。なお、会員式の日に礼装がないので欠席を決めていたが、都新聞、現在の東京新聞記者の唐島吉蔵、後、政治評論家のアドバイスで、 古着屋から霊創を借り、靴だけは泥靴を履いて登院したというエピソードがある。衆議院議員を通算3期務めるが、戦争が激化する中で1942年、昭和17年、第21回衆議院議員総選挙、翌3選挙には立候補を念した。終戦後、ノミゾは日本社会党を結成と、日本農民組合の設立に奔走する。 1945年、昭和20年10月に、杉山元次郎、砂賀義美、三宅章一らと共に、農民組合連合世話人会を結成し、戦前からの農民運動家を集合し、単一農民組合結成全国懇談会を発足する。1946年、昭和21年2月に本農民組合結成大会が開かれ、会長に、 須永義美が選出され、野みは、主治、初期長にあたるに選ばれる。1947年、昭和22年日農内の社会、共産両党の路線対立が激化したため、副委員長であった、野みらは、日農主流体制確立に関する件を提案、日農は分裂する。野みは、日本農民組合主体制派の委員長に、選出された。日農分裂の経過から、 社会党右派から離脱し、左派の鈴木も三郎、加藤幹事優らと行動を共にするようになる。1947年、昭和22年、第23回衆議院議員総選挙で、社会党が第一党となり、社会党、民主党、国民共同党の三党連立による、片山内閣が成立する。野みは、第1回国会で、衆議院農林委員長に選出される。 同年11月、平野力造農省が罷免、後に公職追放をされると、社会党左派は野ミを公認として推薦するが、連立与党の民主党、国共党、国共党の支持基盤は、農村では、休人主や不裕な農業者であったの反対が強く、実現しなかった。片山明首相は、野ミ農省を諦め、経済学者で、 社会党参議院議員の旗の叶えを公認とするが、これが、左派の反発を招き、左派の国会議員78名は、党内野党を宣言し5月会を結成した。その後、足田内閣では左派ながら、国務大臣、地方財政委員会委員長、新聞及び出版用紙割リ当テ委員会委員長、として入閣し、同時に入閣した加藤寛十と共に、現実左派と呼ばれた。 しかし、足田内閣は、昭和電光事件で画界、のみぞも1949年、昭和24年の第24回衆議院議員総選挙で落選した。1950年、昭和25年の第2回参議院議員、通常選挙に、全国区から立候補し当選。以後参院議員を3期18年務める。1951年、 昭和26年の社会党左右分裂では左派に参加し、翌年には左派社会党書記長に選出される。1959年昭和34年全日本農民組合連合会が結成されるにあたって初代会長に選出される。1978年昭和53年8月22日死去。79歳。 シベリア抑留問題では未だ1000人余りの未帰還者がいる状況であった1955年に超党派の放送議員団が結成され、このうち社会党左派の議員のみハバロフスクの先般収容所への訪問がソ連から許された。ノミズはこの視察団の団長となるが、この視察はすべてソ連側が準備したもので、ソ連は抑留者を人道的に扱っていると宣伝するためのものであった。 一方、抑留者らは、議員の来訪を察知し、映像入りを覚悟の上でサボタージュを行い、議員との面会にこぎつけた。なお、以前に行われた、コーラとみの収容所訪問では、健康なものは、映外作業にされ、重症患者は別の病院に移されるなどの、収容所側による工作が行われ、コーラの他の収容者はどうしたのかとの問いに対し、所長は、日曜日なので皆、 魚釣りか、町へ映画を見に行ったと平然と答えている。議員らに対し、収容者を代表して挨拶を行った小崎清正。元中尉は、決死の覚悟で収容者の実態を伝えるとともに、自分たちを犠牲にしても構わないので、ソ連の脅しに屈することなく国策の綱を誤らないでほしいと訴え、数人がこれに続いた。これに対し、かつてシベリア天皇と呼ばれ、 民主運動指導者として、吊るし上げを主導し、派閥構想の煽りで収容所にいるものの、特別扱いを受けている、朝原正樹が発言をしようとして、他の収容者から、やじや怒号を浴びた。騒然とした様相に視察団は、呆然としていたが、野水は、思想は、思想で戦うようにし、同胞は、お互いに仲良くしてくださいとお茶を濁した。野水は収容所の売店に立ち寄り、 所長の中佐から、日本人は賃金をたくさんもらうので、日常こんな品物を自由に買って、生活を楽しんでいるという説明を受け、所長の言葉を通訳をさせたその場に居合わせた、朝鮮人収容者から、みんなでたらめですよ。あなた方に見せるため昨日運び込んだもので、あなた方が帰られたらすぐに持って行ってしまうものですと、言われて苦笑したという。日本人者らは視察団に、 家族への手紙を託したが、仲間の釈放のための外交努力を求めるとともに、将来の日本の国策のためならば、祖国のためにこの地に骨を朽ちさせて目いはない。取る収容者らの決意を認めた国民や議員にあての7通の手紙も一緒にこの時手渡されている。しかし、のみ空はこれら7通の手紙を握りつぶし、議員団団長である北村徳太郎への報告もしなかった。 抑留者らが帰国後に新聞へ投書したことから虚偽が発覚し、のみぞらは海外同胞引上げ及び家族援護に関する調査特別委員会で追及を受けている。これに対しのみぞは発表の技術等の不手際の点についてのお叱りならば私は大いに考えなければならぬし、その点について不得の点があるならば私は大いに反省をいたします。 としながらも体はなかったと弁解している。稲垣武氏は、ノミゾがこのような破レンチな行為をあえてしたのは公表すれば自分たちに都合が悪いと思ったらであろうとしている。ノミゾは収容所の炊事場でお鍋にあったカーシャを舐めて、こんな臭い粥を毎日食べておられるのですかと言った、とかの里子と共にソ連からの帰国の途上香港で記者会見を行い、 知っていたはずの真実を引徳し、収容所側の説明に沿う形で以下のような発言をしたことが新聞に記載されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。